飲食チャンネル、どうも、太郎です。福太郎です。ちょっと今回、はい、福太郎の兄貴に憧れて、兄貴、はい、靴買ったわ。靴買った、えぇ、ー、バーバーギーくん。ちゃう、これ、輸送用のコンテナです。パラコで使ったわ。えぇ、ー、おパラ、レビューじゃないですか。おめでとう。しながらね。おめでとうございます。で、まあ、俺はパラブーツ履きそうな服装製品なんで、そうですね、ああいうなんていうかほっこり系というか、はい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 、あんませえへんねんけど、エッジが効いてますからね。エッジが効いてる、さんラーメンのスープみたいな評価いただきましたありがとうございますなんですけど、はい、じゃあどういうパラブーツ買ったのか。確かに、このままシャンボード突入するのか。シャンボードみたいな、ランス、アミニョンみたいな、いわゆるじゃないということね、おいやーこれ正解のパラブーツを買ってきたわ。正解のパラブーツ、正解のパラブーツっていうよりは、うん、あのパラブーツってちょっとカジュアルすぎへん、だいぶカジュアルですね、感じてる人に、はい、おすすめのパラブーツ。おお、っていうかもうずっと欲しかった、ずっと欲しかった、見つけてきたんで買ってきました。ちょっともう見せますね、はい、お願いします。ちょっと開けます、はい、おシャーシャーね、見せたらうまい。確かに、何これ、パラブーツでダブルモンクといえば、あ、ウィリー、ウィリアムですか。ビバルディ、ビバルディ作曲家ビバルディの春。いやもうちょっと名前ね、すごすぎるよ。ビバルディ、ビバルディの春って何。え、ビバルディの春っていう、そういう曲がなんかあったような気がします。ちょっとすいません、楽がないので。これすごいね。これ実はウィリアムじゃないんです。ウィリアムじゃない、あ、確かに、あの、あれじゃないね。そうなんです。何だっけ、ノルウィー、ノルウィーじゃん。ちょっと、うん、このビバルディってモデルを、はい、俺が推したいっていうのを今から話していい。話していいですけど、売ってますこれ今。あの中古では結構見ましたあ、なるほどね、なるほど。中古ではあんまなかった。これも中古です。あ、なるほど。ちょっと今回は、うん、このパラブーツのこれ、うん、グッドイヤーのパラブーツが気になってたっていう話と、このスウェードの革質をレザーソムリエにある福太郎さんにちょっと鑑定してもらおうかなと思ってるんで、まだ触らないでください。あ、そうね、その時が来るまで。そうです、お預けです。レザーお預け、レザーお預け。レザー触りたいけど、これもこれもこうやって触る。メイクマネーと一緒やん、それ。逆ですから、意味が真逆になってるこれはちょっと塩やなこれじゃないっていう感じで、ちょっとまずは、はい、パラブーツって俺グッドイヤーのブランドちゃうっていう話からさせてもらいます。なるほど、まあ、グッドイヤーのブランド、どうしてもやっぱパラブーツといえば、はい、ノルウェージでなんぼやろっていう、まあ、ほぼそれですからね。ほぼそれラインナップ的に、まあまあ確かに確かに、うん、よく出てくるやつで言うと、はい、シャンボー、シャンボーね。そうですね、シャンボーで、ランス、ミカエル、ミカエルで、あとはアビニョン、アビニョンかな、で、ウィリアムか、ウィリアムもそうです。で、まああとはマッケイというかローファーとかね、レイク系のね、はい、ローファーと、そうですね、バースとだからコローとかか、そうですね、っていうのがまあメインで、え、じゃあどこにもグッドイヤーないやん、あんまりの話なんですけど、はい、個人的にですよ、個人的に、あのパラブーツのグッドイヤーのラストめちゃくちゃちょうどいい。おお、ラストまた違うか。そうなんです、これ見てもらって分かると思うんですけど、はい、あのぽってりしてなくないですか。そうですね、まあいわゆるこういうねダブルモンクのスウェードのこうシュッとしたやつよりかはちょっと丸みはあるけど、パラブーツのあのこのそうそうみたいなのはないですね。イタリアすぎへん、ああいう、あ、フランスブーツというね。そう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 、それ俺もパッと見で思った、え、ちょうどええやん、そうそうそう、思いました。っていうのが、まあだからスラックスにバブアとか、はいはいはい、バブアですね、ジャケパンやけど、そのあんまりこうスーツのテロテロすぎる生地っていうよりは、うん、ツイードやったりコーデュロイやったり、ツイードコーデュロイいいですねとかみたいな、うん、とか、まあちょっと柄があるようなジャケット、ブラウンのチェックとか、うんうんうん、そういったものをジャケパンしたいときにちょうどええやん。なるほどね、だからリゾルトテイラードジャケット、はいはいはい、でタートルネックのニットとかのときちょうどええやん。確かにっていうのがこのパラブーツのグッドイヤーのラストで、はいはいはい、なんかすごい見た目もね合ってるんですよね、そのフランスらしいデザインで、ね、確かに個人的にウィリアムやりすぎやりすぎ、ウィリアムの所有者の皆さんに申し訳ないけど、はい、すっきりした足元にしたいって時にはやかましい、う
まあそうですね、まあ、逆に足元でワンポイントつけたい人はミディアムがいいっていうのがめっちゃわかります。いいですね。だけど俺は足元は基本シンプルに詰めるとこなんで、うん、でちょうどいいんですよ。確かにね、なんか革質も抜群にいいし、革質抜群にいい。で楽しみだ。あのアドリスってあるよ。アドリスありますね。アドリスグッドイヤーやん。グッドイヤーやけどノルウェーより高いやん。なんなんあれっていうのからも、どういうこと？俺パラブーツってグッドイヤーの方が実は力入れてたりするのかな。でも価格的に言うとそうよね。作り的な話とかに関してはちょっと力入れてるのかなっていう、まあ、感覚的にはあのノルベージャンの方って結構粗い時あるんですね、はい、個体差で、はい、なるほどなるほど。でもアドリスであんま汚いの見たことないんで、そう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 、ちょっと職人のグレードが違う可能性が、まあ、工場が違ったりするんちゃうかな。ちょっと可能性ありますね。なんか丁寧、これもなんか綺麗やし、いや思った小刃とか、うん、これすごいわっていうのもあるんで、はい、ワンチャンめちゃくちゃいいよね。確かにね。ところもあるし、うん、他にもこんな綺麗なラストの中で、ね、うん、足通してみたけど、はい、あの華奢な足も俺でもめちゃくちゃちょうどいいフィットします。あ、そうなんや。っていうフィッティングも楽しめる。で、アドリスとかみたいな感じでリスレザーのものも多い。あ、なるほどね。リスレザーは楽しめるけど、はい、すっきりしてる。いいよ。ただノルベージュはちょっと楽しめない、まあ、そこだけはちょっとごめんねっていう感じなんですけど、はい、うん、まあ、そういう点ではジャケパン派、断然ジャケパン派のおすすめなんじゃないでしょうか。形が絶妙よね。今日ジャケット持ってきてないので断然ジャケパン派名乗れないですということで、はい、ちょっとこれ革質もえっぐいと思って、えっぐい触ってもらっていいですか。お願いします。じゃあ任せてください。おー、これすごない？確かにね、このしっとり感、なんかライニングがいい。ライニングもそう思った。めちゃくちゃいい。これライニングばかり、ね、これね、外もいいけどね、中もいいし、これは大仏顔ですね。これは出ました、レザー大仏顔出ましたね。レザー界のアリスさんやってましたこれは正直僕あの減点方式なんで、はいはい、採点の時はあのこれは特に減点するとかあんまないです。もう割に加点式のアイテムをよく買うよファッションで買うときありますこれでも評価したいな。コバやな、これベルト、うん、めちゃくちゃ綺麗と思うけどな。これ今多少測れて、うん、このエイジングしてますけど綺麗よね。めちゃくちゃ綺麗と思う。やし、なんか色味もちょうどこう皮とマッチして、やそうやね、なんか表現点も高い。やりすぎてない。あの、糸の色もいいね。そうやね、ちょっと落としてセンスあるよね。あるやし、なんかフランス靴っぽくないって言われたら確かにってこう、うん、思ってしまうようなぐらいにはちょっとフランス靴っぽさ感じる。確かにあるし、あの他のね、パラブーツ、シャンボードとかよりも、まあ、ちょっとこう絞ってる感じ、うん、ここね、ここがズドンとなってないのもめちゃめちゃいい。からこれ履いてみたら、ね、これ福太郎さんも履けるサイズ US7.5 なんで、マジ一回履いてみる。履いてみる左右で。じゃあちょっと履かせていただきます。いや俺は一回履いてるから、はい、履き心地が良かったんでいいんですけど、ちょっと履いてもらいましょうか。ちょっと味わってもらいましょうか。これでもよかったら俺が履いてる方がちょっとパラブーツ好き、レザー好きやからいいかもしれない。けど最近パラブーツ履いてないうわ、いいやんこれ。マジでこれすごない？やば、これはね、大当たりでしたわ。これすごいね。俺やろこれ。俺あの何、ナランちゃんみたいなことじゃなくてね俺にぴったりやろ。あ、シンクロしたわけではなく、そうそう、あれこれこっちに当てる、当てる、当てる、そっからさらにです。なるほどね。え、ダブルモンクローテこれやばいな。これね、革質とラストとライニングとかの良さと、あー、俺金持ちやったら自分が買った場合で買ってたのにな。これいいでしょう。これやばいわ。うん、すごっ。まあ福太郎さんはね、スラックス持ってないんで現状どうしようもないんやけど。ジャスト、ジャスト。え、遠井さんこれちっちゃくないんや。ちょっとちっちゃいです。俺ジャストやで。俺は9です。やばっ。やめて、エイジングするから。兄貴になる。エイジングさせる。やばっすね。エイジングさせてるから。これ、めちゃくちゃいいで。
やろう。すごっ。はい、そんな感じで、はい、分かった、お分かりいただけたでしょうか。そうですね、いや、分かりましたね。革質とか、この、なんていうの、作りと革質の一貫性みたいな、感じた。感じた。このタイトな作りに、柔らかい革で、ほんまに包むっていうところに、うん、なんか、うわっ、いい革靴履いた、今、みたいな。ビシッと感、なんか、感じた。感じて、なんか、自分のじゃないから嫌になってきた。嫌になってきた。もう、これ、俺のちゃうんやと思って。俺、これ履かれへんやと思って、嫌になってきた。すごいわ。こういう感じで。ちなみにこれ革質的にはどれぐらいの良さでした？どれぐらい？その今まで履いてきたグレードというか。あ、スウェードあんまりいいやつ持ってないんで、でもライダーとかもう引け取らないじゃないですか。僕のサハラっていうやつなんですけど。英国のゴリゴリにいいやつと同等レベル。でもあの土井さんが持ってるさっき江戸ぶりの、うん、はいはい。とまあ、一緒とは言わないですけど、まあ、性質はちょっとちゃうよね。うん、あっちの方が腰はあるけど、腰しっとりしてて、うん、全部いいからな。あのレーザーソール、はいはい、そのソールから、そうトータルのね、ソールからウェルトからライディングから全部いいので、うん、総合点的にはすごい高いね。これはよな、すごいわっていうのと、なんかこれやったらこのグッドイヤーにしてあんまりいかつくせえへんっていうところもちょっと分かるよね。分かる。っていうところで、これめちゃくちゃ押したり、このインソールにもなんちゃらグッドイヤーが書いてるんですよね。うん、っていうタイプのパラブーツのスウェードちょっと探してみてみる。このグッドイヤーはもう見た目良かったけど、さらにスウェードがいいのは知らんかったから。なんかこういいです、ね、ミカエルとかよりも、うん、こんなにいい革してたら、これぐらいちょっとタイトで。そうですね、足のような靴の方が実感できるのかなとか、うん、確かに、このちょっとドカって履くよりもっていうのもあって、うん、この組み合わせマジで欲しい。確かに。でこれ何やねんって話ね。これこれ何ですか。ブル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 、出ました。セレントノーサンブリアン。やっぱりバグはスラックスに一番合う靴なんちゃうかという。スウェード靴。そう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 、やっぱりこうドレスすぎてもちょっと、ね、バグはそこまでシュッとせんでいいんちゃうか。確かに。とか、うん、逆に表側のトリッカーとか、はいはい、あれがちょっとゴリゴリすぎて、ゴリゴリやね、いかにも好き、もちろんいいけど、うん、デニムモールとそれみたいなのもちろんいいけど、はいはい、けどちょっとイタリア製のスラックスとか合わせんやったら、はいはい、グッドイヤーパラブーツスウェードはちょうどいいんじゃないの。パラブーツスウェードね、この3種の神器ね。どれかどれかどれ、グッドイヤーパラブーツスウェード。あ、そうだな。別々なんや。そうそうそうだよ。一回履いてみてほしい。確かに、あんま見たことないけど。ビバルディ。ビバルディ、あのこれセカストのオンラインで買ったんですけど、セカストでウィリアムって書いてました。ウィリアムなわけあるけいと思ってポチったんですけど、はい、ビバルディですね。これ大体何度ぐらいなんですか。これ2万8000かな。絶妙やな。安いな。でもな、あの難しいとこなんですよ。リセール付きにくいするんだったらもっとこういいブランドというか、うん、高いブランドも狙えるんだけど。なるほど。パラブーツもね、うん、そのもちろんパラブーツ代のせいでスウェードでちょっとやれても高いんだけど、はいはいはい、その価値あるじゃない。なるほど。個人的にいいんちゃうかなと思いましたね。いいですね。なるほど。でレザーソムリエもお墨付きいただきました。ちょっと良かったですね。個体差があるのがちょっと分かんないんですけど、はいはい、これがたまたま良かった感じ。超良個体。超良個体かもしれないんですけど、ライニングとか作り見てたら多分そんなしょうもないアッパーでは使わないと思うんで。そうだよ、うん、多分当たりが多いんちゃうかなと。あの結構パラドーズのグッドイヤーのラインってリセールクソほど低い。あ、そうなの。そうそうそう、1万5000とかで頼んだ。そうだ、だからパラドーズを中古の安い順で調べたら出てくる。あー、なるほどね。俺それきっかけで気になり始めた。へえ。その結構昔にパラブーツって俺のコーデも合えへんけど、なんか革質は確かにいるわなと。はいはい。てかリスレザーみたいなああいう系、面白いですね。とかオイルドルバッグとか、うん、ちょうどなんかこうデニム好きとか、はい、クラシックやけど、うん、ジャケパンじゃなくてバッグ羽織ったりコート羽織ったりするみたいな、はい、まあハイスチールジャケット着るのにちょうどいい革質の靴が知るわと。なるほど、ね、思って、うん、こうパラついてたんだ。パラついてた。心パラついてて
なんか雨みたいに言うけど腹ついてたんやけど、はい、なんかこうビシッとくるもんなかったなって思ったら来ました。最近見つけましたね。確かにこれさん好きそうって思ったよ。一目見て好きそう、好きです大好きですということで、ちょっと最後バグアーと合わせて終わろうかなと。あ、いいっすね。ということで今回紹介したのはパラブーツのリラルティヤバいよっていう。ヤバかった。確かにぜひ探してみてくれよはい、ということで、はい、ビバルディ出陣。おお、これいいね。いいっすね。今日やったらもうちょいダークブラウンとスウェードの方が良かったかもしれない。そうですね、パンツとちょっとやっぱいいよね。いいですね。なんていうか、いやいいですね。好きですね。え、告白。確かに完成度というか全体のバランスがめちゃくちゃいい ね。あれボインボイン父を思うの。いやいや、確かにフォルムでもやってるけど小島よしおの方が。あ、なるほどね。いやビバルディいいですわ。いいですね。文句なし。お、満点。ちょっと今後リゾルトとかに回していって、リゾルトエンチャーガンガンね登場させていこうと思います。いいやん。イエイ。